富士ゲームス。これは陰陽師を目指す少女の犠牲と救済の物語。天津布告、大陸暦1910年1月、陰陽師を目指す天津布告の少女蓮華は、陰陽塾の友人たちと訓練に励む日々を送っていた。だが、人々に害をなす霊獣の増加や諸外国の戦争が蓮華たちの生活にも影響を与えていく。失敗を恐れていたら何もできないから、まずは行動あるのみだよ。よし、気合い入れていくぞ。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。お友達になりましょうよ。手加減できるほど器用じゃないんで。ブレカトゥスの天秤。